やはり花見といえば団子だな。そんなに口に詰め込んで喉に詰まらせるなよ。あなたもどうぞ。そういえば花見団子の色の意味って知ってます？桃色は春、白は冬、緑は新緑の夏、秋がないのは飽きないからなんだって。行ったそばから。はい、お茶。死ぬかと思った。陽太郎のせいだぞ。真面目な顔して笑かすから。俺も小さい頃母さんに同じこと言ったような気がする。さっきみたいな話は大抵母が教えてくれたんですよ。俺たちがわーわー騒いでいるのをいつも父さんが笑って見てたな。さながら今の我らのようだな。我が父、陽太郎が母、ニラが子。虎が父さんで俺が母さん？村のみんなからは父さん似って言われるけど、あなたの方が母に似てるかも。料理上手なところとか。ふん、ニラなど陽太郎の母の足元にも及ばん。虎は母さんに会ったことないだろう。村の奴らとは花見はしないのか？獣のせいで今年は中止になったけど、それまでは毎年していたな。それぞれの家からご馳走を持ち寄ってみんなで大宴会になるんだ。ご馳走？いい響き。トラは花より団子だな。失礼な、花もめでるぞ。それ花吹雪。お、ニラが花まみれだ。笑い事じゃないだろう。謝りなさい。ああ、髪にもついてる。取れますか？右だ。右についてるぞ。何言ってるんだ。左だろ。いいですよ。じっとしててくださいね。はい、取れました。また陽太郎に甘えて。子供か。元はといえば虎のせいだろ。背中にもついているかも。後ろを向いてください。ああ、いっぱいついてる。じっとしててくださいね。よし、取れた。もうこっち向いていいですよ。服の中にも入っているかも。そろそろお開きにして風呂に入りますか？おい、まさか一緒に入るのか？そんなわけないだろう。まったく変なこと言うなよ。悪かった悪かった。お詫びにこれをやろう。この大福どうしたんだ？坊主の石の前に置いてあったから拾ってきたのだ。それはお供え物だから返してきなさい。